はい、ね、あのまだ声がさ完璧に治ってないんだよね。で、昨日一昨日かあのラジオのね番組があって、あのそれの収録行ったんだけど、ちょっと この声じゃちょっとまずいなと思って、で結局ね、急遽社員の人にさ出てもらって、まあ、無事収録が終わったんだけどね。で昨日はさ国策研究会ってね、のがあって、でそれはちょっと、ね、なるべく、まあ、時間がある時に行こうと思っていて、でそれ何かってね、情報ってさなんかほら毎日変わるじゃん、で日々変わるわけじゃん。で特に今特に、ね、北朝鮮の問題とかさいうことについて、形式のあるね読売新聞のさ最高顧問の人だったから、まあ、それをね話聞いたらやっぱね、いろいろこう見方があるなと思っていて、でやっぱりさ本質っていうことで考えてくると、やっぱりこれなんていうかな、いろんなところの情報を聞いて、でやっぱり内側に入れた中で、あきっとこうなんだろうなっていうのがなんとなく正しいと思うんだよね。やっぱマスコミ関係だとね、少しちょっとこう情報についてさ、まあね、いろんな人といろんな話をしてね、いろんなことを聞いてきてる人なんで、まあまあ情報量はあるんだけどさ、まあ果たしてそれがさ、そのなんていうかな、決定的にねこうなるのかなっていうところはちょっと違うようなね、まあ、感じは気のしたんだね。で行く時にさ最近ね僕ほらエッセンシャルあれついてないんだよ、なんだっけ、ナビカーナビついてないのね。でどうしてるかっていうとさ、ほら iPad ん iPhone か iPhone でさほとんど見れるわけじゃん。で昨日ね初めてそのホテルのね会場に車で行ったんでさ、で iPhone 設定して行こうと思ったの、ふとさ画面出てこないんだよあれと思って、でどういうことなのこれと思って、なんか最近さそのなんとかな、ずいぶん動きが鈍いぞこいつと思って、でなんかおかしくなってきたなと思ったら、この間なんかプーンとかなんか入ってきてさ、なんか1ヶ月の使える容量がさもう達してるみたいな、だからね要するにこれを買わないと要するに通常に動きませんみたいな説明があってさ、なんでこれお尻みたいだなと思って、でそのまんまさ、まあ、全く見れないわけじゃないから、とりあえずねやらないでさ聞いてみたらね、今日になればね先月超えれば要するに元に戻るっていうからさ、まあ今日からねなるかなと思ってさっきやったらさなったんだよ。だからね情報って怖いなと思ってさ、やっぱねこれからの先社会は情報をやっぱ金で買わなきゃならないなと。でこれさよくよく見るとね、うちのさ家の周りあるじゃん、ね、うちの家の周りはさ共同アンテナとか建てたんだよ昔な。でその共同アンテナがジェイコムが入ってたんだよ。でそのジェイコムが入ってた時にはその共同アンテナを入れた人は月500円なの。でさうちいっぱい物件買ってんじゃん。でさそこに当たると月500円でテレビ見れるんですよ、ね、ところがそこ外れると、ね、6480円かな。それでテレビと電話回線とネットの回線がセットなんだって。でだからネット回線店いらないからさ、ね、で要するにテレビだけ見ればいいからさ言ってもダメなんだってわけよ。でこの間ねちょっとそれって独占禁止法に違反しないかなって言ったんだけど違反しないそうなんですよ。でしょうがなくてさ、ね、一番安いプランでいくらだったっけ、5000円くらい取られるんだよな。よく考えたらテレビってさそれをつなげないと見れなくて5000円取られるわけだな。で NHK の方から集金人が来るだろ、そこでまた2000円くらい取られるわけだよ。とさ昔テレビってアンテナつければタダだったのにさ今最低コスト7000円くらいかかるんだよな。でそこでさ今度、ね、iPhone とか iPad だろ、でそれも基本料金があってさなんか足し算でどん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 足されるよね。とさなんとなくさその、生活コストが最低1万円くらいはさ取られちゃうんだよ普通に生きてるだけで。で、それでさらにさ消費税がね今度 8% から今度 10% なんだろ。そうさね、100円のもの買うのにさ今108円、今度110円取られちゃうんですよ。そうすると税金で 10% 取られるだろ。そう例えばさね、まあ大学出て初任給手取りでさ、ね、20万くらいの人がさね、まず 5% はね、その生活の、ね、最低 その携帯電話取られるな。あと、電気だ水道だなんだかんだで、まあ、大体1万5000円くらいだから、ね、7.5% くらい取られるわけだよ。でもそれでもね 5% 7.5% だろ。とか消費税はさ 10% だからこれきついと思うよ。だから今後ね僕も思うんだけど、やっぱさ
ね、消費税ってさ昔はその景気に、ね、応じて決めますよって書いてあったんだって、ね、だから前回はさ、ね、8% か 10% にその移さない、ね、移さなくてもよかったんだって。とは今回この分外れてるから確実に 10% になるか法案を改正するしかないんだよっていうことじゃん。で、基本的にさ今年もね96兆円くらいだっけ予算がね、96だから98だで、さ、税収がさ、ね、58兆くらい見込んでるわけでさ、今までだよ、ね、要するに税収はさ、ね、50兆もいかないのにさ、でそこでまたさ、ね、税収がいっぱい入ることを予測して、でさらに予算組んでるだろ。とここでまた予算使い切るとどうなるかっていうと、もう確実に消費税 10% 上げるしかないんですよ。で昨日さガソリン、ね、入れたら150円だよ、ね、レギュラーがで廃屋は160円くらいするんだよね。そうさ、過去から見てどんどんどん上がってんだろ。これねやばいよ。原油価格が上がってくると全部の商品上がるから。そうと、ね、今日も朝、テレビでやってたけど、ね、なんだ乳製品チーズとか、ね、あと 5% から 10% くらい 15% までか上がるんだよね。よくよく考えてたらチーズあんじゃん、ね、俺ほら酒飲む時にチーズ食うんだよ。でさ買うたんびにねなんか様子がおかしいなと思ってたの。で昔のチーズこのぐらい厚かったでしょ、今半分くらいだよね薄さねこんな薄かったっけみたいなことになっててさ、で値段は同じかもしれないけど要するに半分じゃん分量は。でさらにこれがまたね、これ以上さ薄くなっちゃったらさなんか薄いチーズと勘違いされるくらいだから多分ねそれ以上も多分ね薄くできないんだろうなと思ったらしくて、で要するにさ、ね、値段上がるよね。で乳製品上がる、でこれから今度なんだっけ納豆も上がるんだって。でそうするとさ、なんでそれ上がるかっていうと原油価格なんですよ。すべて要するに原油価格、ね、お風呂もそうだな。要するに、大体さホテルなんかやってると大体重油ですよ、ね、で重油を入れてでボイラー炊いてで、ね、温浴施設がやってるでしょ。そこでも重油がさ、ね、20% ぐらい上がっちゃえば、ね、ここだって、ね、厳しい状況になるよね。で厳しい状況になるとどうなるかっていうと、ね、簡単な話だけど厳しいと給料上がらないから、ね、っていうことは給料は下げるしかないんですよ。それが非正規雇用の人たちを雇うしかないことになるよね。そうすると今日所得はどん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 下がるんだよね。で実際問題として今国民の平均所得ねどんどん下がっちゃってんじゃん、ね、でそれは何かったら非正規雇用の人たちがどんどん入ってきてて、でこれはまずいぞっつってこの人たちを外すとなんとなく所得は上がってるんだけど、混ぜこぜにすると、ね、平均所得下がってんですよ。でこれから労働人口が労働時間を下げようって話になるでしょ。所得下がった上に労働時間下がるんだから、ね、それで、あとは物価が上がるわけだから、これね、もうまさにハワイね行くと分かりますよ。僕なんかハワイ行くので、ね、最高のサービスがあってさ、最高の、ね、食事ができてさ、で季節も最高な状態で、ね、ホテルもなんか最高な状況になるわけだろ。でも働いてる人たちは大変ですよ、食えないんだから。だからハワイの多分人たちで正規雇用の人ってほとんどいないですよ。ほとんどが非正規雇用の人だから、昼間働く、夜働く、場合によっては、ね、深夜に、ね、食器洗ったりなんかするのよ。でそれでようやく夫婦で一生懸命働いて生活が成り立つわけ。じゃあ引っ越しゃいいじゃんって思ってもそうはいかないわけだよな。だから日本もね、僕思うんだけどこれハワイと同じように観光立国になるしかないだろう。で観光立国って何かっていうとGDP はね上げられないんですよ。なんでかっていうと製造業がないから。だからも日本はかつてね物を作って輸出してたでしょ。で物を輸入して加工して輸出してた。でそこではね製造っていうね、ここに例えば100億円分車作るよね。そうすると例えばここで仕入れてきた、ね、10億円の材料で100億円の車を作って売るじゃん。そうすると売上高が100億円できるけど車自体は100億円が輸出されるわけじゃん。そうお金が要するに世界に200億円、ね、生じるわけで、不動産もそうだよね。要するに、代金払ってそこでおか要するにできたものに対して価値が100億円分、ね、買った人は売った人は100億円手にする。でもこの価値は100億円のまんまじゃん。これは何かって言ったら要するに資産なんですよ。
で資産の要するに増大が GDP の増大につながるってことを政治の人たちが分かってない。だからね、これから、ね、要するに、景気が良くなるんですよ、今まで良かったじゃないですか言ってるわけ。全然景気良くないのに良くなってるとして勘違いしてるわけ。そう、何かあったら当たり前だけども人件費下げて要するに内部留保を増やしてるだけだから。で内部留保を増やすとどうなるかっていうと税金余分に払うんですよ、内部留保するために。そうすると、うん、要するに、会社の景気はいいように見えちゃう。だけど実は分配が減ってるってことは国民の要するに、貧富化が進んでるってこと、これ間違いないから。だからここはね本気でいろんなこと考えてないといけないなと思っていて、で今ねうちのね会社のお客さん、この間ねシグネツフェアにさ来て僕に声かけてくれた人がね、3人くらいいてさ、もう大成功ですよ、いやシグネツさんとね付き合ってて大儲けさせてもらいましたよ言ってるわけで、どういうことなの言ったら、もう不動産投資どんどんやっちゃってさ、でも今リタイアして何してるかっていうと自分で事業を起こして、その持ったビルで自分でまた新しい事業を始めてる、ね、要するに事業の連鎖じゃん。これは不動産の場合はできるわけで、うちだとそうでしょ、ここ今まで賃貸で借りてた家賃払ってた、でもビル買ったら、ね、これは内部留保と同じですよ。自分のビルに、毎月毎月家賃と同じように払ってるけど内部のストックは増えてるわけ、ね、だからね、これからね僕国民全体っていうかね国全体がまずさ教認って物事の考えなくなるから、ね、そうすると要するに、今アメリカのようにね何でも自分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 言うわけだよね。でこれまあ何でも自分自分言うから、これアジアの人たちも何だじゃあ俺たちも自分たちのこと考えようぜなるわけじゃん。で日本はそうはいかないよね、自分たちのこと考えちゃうとね請求ストップだから、ね、できないんですよ、教認ができない。だからこれからの文化日本はね厳しいですよって僕は思うわけだからね、いろんなことを自分たちでこう考えなきゃいけない時代になるから、まあそういう面ではね非常にいい要するにビジネスモデルが出来上がってるなと思ってるから、まあぜひね今後お客さんなんかもやっぱりね自分の資産を増やす、ね、っていうのお手伝いをする仕事だから、まあぜひね資産を増やすような形に、誘導したらいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そのことでねちょっと外で世の中動くと思うよ、うん、まあ楽しみにしててよ、ね、お願いします。以上。